高山市の飛騨一宮みなし神社では氏子ら12人が本殿の神門に1年間かけられていた大しめ縄を外し重さ40キロほどの真新しいしめ縄を慎重に取り付けましたまたこの1年飾られていた虎の絵馬から来年の絵とうさぎの新しい絵馬に取り付けられました来年は世界平和に向かって飛び跳ねてほしいという願いが込められているそうです神社では、 参か日で7万人見込んでおりマスクをするなどコロナ対策をして参拝に来てほしいとしています。